オリンピアンハイアワサは15.16列車として1947年から1961年までミルウォーキー鉄道により運行された大陸横断の代表的な旅客列車。重厚生客車によるオリンピアンに代わり、流線型のオリンピアンハイアワサは1947年に登場した。ルートはイリノイ州シカゴから北西部のワシントン州シアトルタコマへと ミルウォーキー鉄道の本線を横断した。列車はインダストリアルデザイナーのブルックス・スティーブンスによって設計されてスカイトップラウンジ車を含んでいた。さらに1952年には全室展望車のスーパードームを導入した。電覚館を行くオリンピアン。1925年の時刻表よりミルウォーキー鉄道は1909年。 サウスダコタ州からシアトルタコマまでの2300マイルの本線を完成してピュージェット湾に達し北米大陸最後の大陸横断鉄道となった。ミルウォーキー鉄道ではシカゴミルウォーキーセントポールシアトルタコマ間の本線旅客サービスのためにオリンピアンとコロンビアンの2本の列車を用意し1911年5月28日から運行を開始した。 ミルウォーキー鉄道では、ロッキー山脈の豊富な雪解け水を発電に利用することに着目し、1915年11月30日から、モンタナ州スリーホルクスから、ディアロッチまで112マイルで、電気運転を開始し、翌年さらに、ハロウトンから、アイダホ州エイブリーまで電化が拡大され、空調完備で、蒸気機関車による売煙から解放された、快適な旅行は、 大いに広告に利用された。1910年代から1920年代にかけてモンタナ州、アイダホ州、ワシントン州のカスケード山脈の電隔間を拡大した結果、それは合計649マイルとなり、特にハロウトンとアイダホ州エブリー間の440マイルは世界一長い連続した電隔間となった。 蒸気機関車による梅園から解放された以外に、電化でより早く、より効率的に旅客と貨物を輸送した。また、ミルウォーキー鉄道では、旅客誘致のため、鉄道会社としては、初めてのホテルをイエローストーン国立公園に建設した。しかし1930年代の世界恐慌により、旅客は激減し、コロンビアンはオリンピアンに統合され、廃止された。 オリンピアンハイアワサに用いられていたスカイトップラウンジ社スーパードームシカゴとシアトルを結ぶミルウォーキー鉄道ノーザンパシフィック鉄道は第二次大戦後もしばらくプルマン新台車を主体とした重工生客車による旅客サービスにより同区間を50から60時間で結んでいたが1947年6月29日にはそれまでの重工生客車により編成されたオリンピアン に変わり、流線型のオリンピアアイハイアワサが登場し、シシカゴシアトル館を43 30時間30分で結んだ。ミルウォーキー鉄道特有のスカイトップラウンジ車や全室展望車のスーパードームを連結して人気を得たが1955年以降はミルウォーキー鉄道のシカゴ・マッハ間の路線をユニオンパシフィック鉄道の大陸横断列車が使用 またほぼ並行して走るノーザンパシフック鉄道の大陸横断列車、ノースコーストリミテッドや航空機、長距離バスとの競争に敗れ同社単独の大陸横断列車であるオリンピアンハイアワサは1961年5月22日に運行停止となった。その後も15.16列車はミネアポリス異性の区間列車として存続したが、それも最終的に1969年には、 運行停止となった。1971年の全米鉄道旅客輸送公社アムトラックの発足により、ミルウォーキー鉄道、ノーザンパシフィック鉄道の路線を経由して、週3往復しかゴシアトル間にノースコースと早朝が1979年まで運行された。ありがとうございます。